写真拡大。5年ぶりのリーグ優勝を遂げた巨人。原辰徳監督就任に始まり、阿部慎之助捕手の引退、二軍監督就任など数々の名場面があった。球団公式インスタグラムでも決定的瞬間、見逃せない場面をファンに届け、いいねとコメントが多く寄せられた。中でも球団スタッフが心に残ったシーンをいくつか紹介したい。1回目は阿部慎之助捕手の引退会見。駆けつけた坂本勇人内野手、亀井義行外野手、沢村拓一投手、スコット・マシソン投手の5ショットなどがファンの心を打った。もちろん阿部にはサプライズ。4選手は別室に待機していた。全員が自主的に花を添えたいと会見場へ来たという。それでもしんみりしないようにという気持ちや、まだ日本シリーズ前だったのでチームのことを考えて坂本選手は明るくしようとしたのだと思いますと球団スタッフは明かす。またマシソン投手もリスペクトを持ってきてくれたというのが嬉しかったです。これはジャイアンツ愛を感じた一枚でしたと改めて写真を見て感じていた。フルカウント編集部。